もう15年は顔を合わせてないおば。昔っから口が達者で、ものすごく悪が強くて勝ち気で、誰かれ構わずその場にいない人の悪口言い放題、厄介な人だった。おばには2人の娘、私から見て10姉妹がいて、長女は心優しいおっとりタイプ、次女は男勝りで運動神経も成績も優等生と対照的な性格の姉妹。長女が優しい分、次女の負けず嫌いはすごくて、学校の定期テスト前には吐くくらいまでのプレッシャーを自分に課して勉強してたと、おばによく変な自慢された。当然次女の方がおばのお気に入りで、長女のことは呪いとか陰口言い放題。長女が結婚した時も結婚相手の悪口ばっか言ってた。我が家がいろいろめんどくさいおばから距離を置き出して、数年後耳に入ってきた話、男勝りでおばの自慢だった次女が家を出て、性同一性障害のために男になる手術をしたと。社交的だったおばはそこからガラッと変わったようで、唯一かろうじて連絡の行き来があったうちの母、つまりおばの実子とも疎遠になった。おばの次女と私は同じ年の十姉妹同士だったから、小さい頃はよく一緒に遊んでたけど、思春期になるとお互いの身体能力やパワーの差から自然と距離ができるようになった。当時私が普通にしてる時も、まるで変な生き物を見るような目つきで十姉妹から観察されてるように感じることが多くて、何とも言えない不快な目つき、ドン引きされてるような雰囲気にすごく傷ついてたんだけど、今にして思えば性同一性障害を抱えた彼女が、何の悩みも持たない平凡な女の子と自分との違いみたいなものに悩んでいたんだろうなと理解できる。まあ十姉妹次女は無事男として生きる道ができてよかったよかったって話だけど、おばはそれ以降生来のヒステリー気質がパワーアップして、次女以外の家族に当たり散らすようになってるとは風の噂で聞いた。長女は離婚してシングルマザーで同居してるっぽいけど、あんな毒親でいろいろ大変だろうな。